どうも、秋です。栄冠ナインやっていきましょう。さあ、では今回はオフの続きからやっていきましょう。前回かなりいいオフ過ごせましたので、引き続き頑張りましょうというところで、ナイス一発目でございます。一発目で記者が来てくれましたと。やっぱなんかよくわかんないんですよね。本当に夏何時間やっても出ない時もあれば、まあ今回なんかは3マスあったので、まあ一発目で来るかなと思ってたんですけど、一発目の一発目で来てくれましたね。はい、というわけで、もしかしたら1年1回とか、なんか2年で3回までとか、なんかあるのかもしれないですね。では打撃力いきましょう。さあ、さあ、さあ、板倉今泉安倍比、西尾プル比、山内バーヒ、須田安倍比、中岡広角、片田片目打ち、佐原広角、宮地パワーヒ、投げ、続く、覚えらんない、全然。すげえ。とりあえず山内パワーヒ来ました。天才二刀流山内にパワーヒ。で、須田安倍比、今泉安倍比っていうところもまたあれですね。外野枠争いが激しくなりました。で、ロッチ中岡、ファーストの1年生育ててないですが、広角。片田片目打ち、佐原広角も嬉しいですね。はい。宮地パワーヒもやばいっす。村井固め打ち、田尻。うおー、いやー、すごすぎる。すごすぎる。ちょっと覚えきれない。これはちょっと僕の脳みそが追いつかないやつ。まあでも本当に嬉しいのは、このパワーヒ。おー、これどうしよう。あー、須田か。なるほど、須田か。板倉じゃないんだな。あーってなると今泉かな。今泉安倍比ついたから、板倉をね、僕は、外野で押そうかなと思ってたんですけど、安倍比はでかいな。まあ左だと確実に今泉かなっていう感じですね。まあまあカードが全員使えるんで回していくっていう感じでいいでしょう。はい。で、前からお話ししていた通りですね、こんな感じでちょっと野手を増やしましたというところですね。はい。うん、ほんと調子いい人を使ってっていう感じでいきましょうか。ちょっとこれカードが渋すぎでやんすね。はい。いやー、よかったよかった。今のはでも非常に良かったですね。さあ、もうどんどんじゃあ進んでいきましょう。よし、野球マス。その先に野球マス。前回は阿部ひもつきましたので野球マスね。頑張りましょう。ということで、板倉裏でまたその、前回やったのかな、練習指示読んだかなんかの時に、外野のね、ポジションをあれしておりますよというところですね。はい。さあ、あんまりまででかいの攻めないかな。最近運が良かったんで、あんまりこれ攻めすぎると失敗すると思う。まあ、運も確率も収束するっていうのが僕の考えなんで、はい。砂田を最強の選手にしたいな。まあ、これで盗塁1個とかでいい。本当に。あ、早球1個とかでもいいな。これで本当に二遊間もいけるよっていうので、全然いいかなと思いますので、これ来てほしいな。2だから、2だからね。よし、早球 B!やっぱ C と B だとね、あれが上がるのと上がらないのと差があるんで、結構違いますよね。イエス !K! いや、本当に記者って分かんないんだよな。何なんだろうな、これ。てか、どっちかというと僕は特にこの選抜前は本当に来るイメージがある。もう一発で大体来てるっていうイメージですね、選抜前は。夏は本当に、まあでも来るときは一瞬でそれでも来ますけど、ちょっと分かる方はぜひ教えてください。本当に分からない、これ。はい、というところです。あんまりまたいいカードがないので、シャッフルしてもいいぞ。これあんま知らないんだよな、ね、未だに実は選択肢。でもマイナスもあるんで、それは気をつけてますね。ちょっとなんか、あんまりいいカードが出てきてない。お、練習指示ナイス。あ、練習指示ナイス。あ、いいね。これちょっと持っときますわ。これ山内の弾道上げに使おう。はい。で、もうこれも最大にして、てかめっちゃいいカード出てきたやん、急に。総合練習特大インターバル走 T バッティングって、完璧やないか。まあここで使ってもいいか、逆にここで使ってあげて
で次で変えるっていう作戦。おっと体力がちょっとやばい。よく気がついたね。はい、みんなコントローラーアップの、おー変化磨くがちょうどいい感じになってるな。まあ多分これ選抜で7になるかなっていう感じでしょうね、おそらく。で弾道ほんのちょっと、よしよし、これ多分1回練習したらちょうどいいから、ナイス。外野手20丸、まだ時間がかかってる。まあだから板倉だけ次の週でも変える。板倉と山内覚えろ、板倉&山内覚えろ。宮地なんかはこれもう絶対終わるぞ。宮地もにしよう、ちょっと宮地もね。あ、この辺が意外と時間かかってるな、弾道アップが。まあここはじゃあ一回変えます。ミスったかも、ミスったかも、ミスったかも、これとなると。いや、ミスってはないけどね。いや、ミスったかも。ちょっと覚えきれない量だから、もう一回ちゃんとやろう。はい、砂田、まあ選抜で何あげるかというところで、まあ、難しいな。まあ、将来的には守備も上げたいけど、まあ、ミートパワー、BB はやっぱり特能もつくし、一回狙いに行ってもいいラインなのかなというのはありますね。はい。ちょっと難しいよ。ちょっと難しすぎるよ。頭が追いつかないよ。助けてー。助けてくれー。はい、やっていきましょう。で、今、とりあえず見た感じ、おむすび使った方が良くて、で今雪が降ってるのでこれ使った方がいいと。んで練習効果が出た人もいるし、まあティーバッティングぐらいはねやってもいいんじゃなかろうかというところ。多分さあということで、よしよしよし、弾道上がってるね。ナイスナイス。で変化磨くこっちにして、よし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 、いいねいいね、だんだん上がってるね。板倉も、あーそうだ、外野のあれだ、サブも取ってたんだな、そこは。はい、よしよしよし、大丈夫だったよと。でこれ肩にして総力で、村井もまた肩にして、うわー薄田の弾道が上がってない。まあいっか、よかねえんだが、まあいっか、まあ弾道2でも打てるよと、別に打てるんだよというところですね。お見せしてもらいましょう、あの牛田くんにはね。はい、守備とかの方がいいかな、これは。ミート守備からの肩、ミートミート、よし。まあこれでサブポジ云々もそこそこいいと思います。もう一回練習指示来たら今度は薄田の弾道を上げたいね。おお、またか。なんか練習効果がどんどん上がってますね。素晴らしい。まあこれベンプレーぐらいでいこうかな、じゃあ。で確か14があれなはずなので、14日がですね、確か僕の記憶では金徳だと思うんで、13日に泊まって、厳選なるものをやりたいですね。はい、合ってるかな、ちょっと調べますね。チョキチョキと、多分そうですね、多分14だ。はい、さあということで古田世代の卒業でございます。いや古田さんで、この台はアイテム使ってないんで、基本。あの、アイテムをね、しっかりと使ってあげようというところですね。はい、オッケー。で、今回は多分ライブに繋いでいると思う、一発目できたから。ということで、詳細設定、ちょっと待てよ。まずは能力見たいね、みんなの。はい、ソネ。ソネも多分能力使ってないんで、アイテムね、何も。何をしてあげようかなというところで、まあ、フォークあげるか。で、これ先発登録消そう。この選手も、まあ、ああ、そうだ。ペナントね、本当にそろそろまた始まるんで、皆さん楽しみにしておいてください。ペナントでは、だからこれ、中継ぎ抑えで活躍してもらいたいな、この選手は。で、アイテムで、まあ、もちろん、ムービングとかでもいいんですけど、ムービングにするか。167キロ投手だし。
せっかくだからこの辺のクソ余ってるアイテムも使ってあげましょうか。はい、ピンチ。まあ、2個あるのは使ってもいいんじゃない？脱三振。で、なんか緊急当番とかそういうやつあれば、167キロだからね、速球中心にしよう。結構賢かったな。なんとなく投球位置も左にしてやろう。まあこれくらい使っとくか。あ、緊急当番も使おう。よしよしよし。めちゃめちゃ強くなったよ、これ。ソネ。ソネめちゃめちゃ強くなったよ、これで。いいですね。また活躍してもらいましょう。そして古田さん、来ました。もうこれ最後、パワー5上げっすね。いや、惜しい。オールS100、マジで惜しかったっすね。と考えると。2位と1位、パワー4、走力3つ。まあ本当にそこは注目選手選ぶ数だったかなと思ってます。したら、お、阪神タイガースに入ってますね。まあまたどこに入るかはちょっとわかんないんですけど。いや、古田さんいいっすね。で、超番線にしてと。アイテムまだ本を1個使えるので、これ意外とあれじゃない？ローボール、ハイボール、インハイとかそういうの持ってない。インハイなんてない。インコースヒッター、アウトコースヒッター、持ってないので、それを最後1個使いましょうか。ちょっと今、アイテムかなり困ってるんで、できれば、それをね、使ってやりたいっていうのはあるんですよね。インコースヒッター使おう。だから、よし。フォーム。登場神付き。あ、そういうことね。いや、古田さんはまだそんなに年取ってない。久しぶりに自分の実況中にこんな笑ったわ。今のにしようかな。久しぶりにこんなに笑った、自分で実況してて。はい、小杉。うわー、補給1個上がって欲しかった。それで俺ですってなってたんですけどね。どうしよう。だったらもうパワーとか上げようか。あ、守備100にしようか。ショートもできるんで、ショート外野が高いレベルでできるよという選手にしてあげよう。はい、オッケー。市村。さあ、市村は何する？補給5上げも気持ちいいけど、まあ、ミート100もいいですよね。阿部日持ってて1番でっていうところで言うと、ミート100にしようか。ミート100。オッケー。もうちなみにね、さすがにポイントがつきつつあるんで、やばいですね。この選手たちが世に羽ばたいてくれることを願います。これは総力5上げかな。ちなみに、あ、キャッチャー適正も上げといたらよかったな、これ。普通に、自チームで、引けた場合、キャッチャーで使うっていうのも、まあ、あれか、それは別に、自分でキャンプでやればいいんだ、今思うと。何の問題もないわ。よしよしよし。この、ちょっとだけやったら1回のキャンプでいけるんで、ゼロから覚えようと思うと大変なんですけどね。はい。というね、卒業生でございました。ナイスガイは4番として本当良かったですね。そしてまあ、古田さん言うて、かなり強い選手にできたんで、まあ納得してます。あと、パワーヒット広角だけつけられたかったなぐらいですかね。はい。ということで、多分ライブ繋いでるような気がし、あれ？ライブ繋いでるはずなんだけどな。ということで、これはしゃあないので、ちょっと今すぐ上げます。さあ、というわけで、今回の卒業生アップロードしておきます。ぜひ皆さん使ってあげてください。いやー、古田さんとかペナントに入ってくるのめっちゃ楽しみだな。で、ペナントなんですけど、ちょっとこの中断していた理由がありまして、まあ、改めてちょっとルール確認をしようと、いうのをですね、やっておりました。まあ、また詳しくはご紹介しようと思うんですけど、あのルールだと、ちょっと何回か実はやり直してみたんですけど、自分で。もう絶対1年目でとんでもない人数が怪我をするんですよね。まあ、ただ怪我をするだけであればいいんですけど、もう打たれすぎてピッチャー陣が、もうもちろん守備もそんなに良くないので、もう打たれまくって、もう毎試合中継ぎがいなくなって、最後の中継ぎがスタミナを切れた状態で投げ続けて、体力が尽きるっていうどうやら感じになっているので、ですね、まあもうあれですね、そこを考慮したちょっとですねやり方を今考えておりますというところです。もう育成もクソもないと。もう毎回投手が球速5キロ10キロ下がっていくので、それはあんまよろしくないなというところで、今ちょっとね、検討中なので、まあ、今週中にはまた始められるんじゃないかなというところでございます。みんなアップロードできたかな？ OK！ ということで、やっていきましょう！
さあでは栄冠9続きやっていきましょう。 1,2 年練習効率が上がっているので、ここは総合練習いきましょう。よし、あのプロ消えるっけ、あのプロ消えるっけ、どっちだっけ、微妙なラインだな。あープロ消えないで、プロ消えないで、ほんと1年生も入ってくるから、まあいずれは消えると思うんですけどね。山内も砂田もそれにしてもちょっと遠ざかるんでね、ちょっとよろしく頼むぜ。そのプロ消えないで、いや本屋もなんなら消えないでほしいけど、確かねもう一マス進んだら発表だった気がするので、しゃあないな、もう一マス進んでみるしかないっすね。はい、プロも本屋も消えんな。アウチ、両方消えたー。まあこれもまた運命と人生というところですかね。はい、ではね、行きましょう行きましょう。うん、金徳源泉頑張りたいと思います。さあというわけで今回も金徳源泉頑張ってきました。今回はなんと2時間半金徳源泉を行いました。そして手に入れたのがこちら、初の金徳ですね、内閣無双の本を手に入れました。まあ最近ずっとなんかもう被った金徳ばっかり出てきていたので、そこは非常に良かったかなと思います。早速山内にこれ投手系の金徳なので使いましょう。ちなみにですね、まあ今回8時か9時ぐらいからですね動画をずっと撮っていたんですが、いやまあ途中でこの金徳源泉が入り、まあ30分ぐらいしてこれ出ないなと、まあちょっともうまったりしながらやろうというところでアルコールを飲み始めたらですね、3本も結構度数が高いやつがですね開きました。 7%、5%、6%、3本もね、チューハイの缶が開いてね、酔っ払っている秋ゲーム TV でございますよ。さあ、ということで、ちょっとね、まあ、コンプライアンスにはね、非常におっぱい注意しながらね、やっていければいいと思いますので、まあ、下ネタとかは絶対言わないようにね、まあ、おっぱいいっぱい喋っていきたいなと思います。さあ、やっていきましょう。ということで、まあ、テンションも上げて、まあ、僕のテンションもね、上がっているわけなんですが、アルコールのおかげで。やっていきましょうね。前評判は D 大きいね。ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。相手は弱いというところですね。頑張りましょう。はい。いやー、こんなに金徳源泉また時間かかると思ってなかったな。どうするんだよ、最近そのなんだ、例えばプロアマとかで、こう、プロゴルファーの方とご一緒することもあったりして、まあそういう時に、やっぱり、向こうの方もですよ、多分こう一緒になるってなったら多分ね、どういう人かなと思ってこう動画とか見てくれたりすることもあると思うんですよね。どうするんですか、そんな時にこんな動画が出てきたら、ああもうこの人ヤバい人だってなるじゃないですか。おいコナミ、コナミ聞いてるか、どうするんだよこれ。いやコナミさんのせいじゃないですね、全て自分のせいですね。やっていきましょう。どうしようかな、ほんと調子いい人でいこうかな、この外野の枠は。まあとりあえずこれで代打とかどんどんカードも使っていってっていううまいやり方でやっていけばいいかな。はい、で打順の見直しをしなくて大丈夫なのかな。まあ山内は6番で、まあ安川は246で、1から6番まで働くようにして、うん、まあしなくていいのかな。まあ川田さんちょっと上げてもいいかなと思ってるんですけど、まあ2勝につなぐ9番っていうのもいいでしょう。いきましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、この栄冠9毎日投稿、さらには2000超えで土日2本投稿といった企画をやっております。栄冠9の動画もっと見たいよっていう方はぜひとも高評価チャンネル登録していってください。さあでは行きましょう。さあお願いしますよ。いやうまい、氷結の今ソワレモンね飲んでますね。これ4パーだ、これ4本目、あんまり度数高くないなと思ったり、4パーだったね。さあいきなりチャンスですよ。ちょっと待って、アルコール度数を見て敵の戦略を見てなかった。弱っ、え甲子園にこんな弱いチーム出てくるなよ。こっちの獲得経験値が低くなるからやめてくれよ。前評判だったかな、相手のそのグラフの高さだったかどっちか忘れたんですけど、とにかく敵が強い方が経験値がたくさん入ります。でこれあれでもそんなに弱くねえぞ。しかもバッテリーめっちゃ走りにくそうだし、待って、コントローラーのミスだけはやめろ。どんなに酔っていてもコントローラーのミスだけはやってはいけない。そして初回ということもありますし、ここは固くね、わしの何より固くいきましょう。
よし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 、素晴らしい素晴らしい、ノーアウトで2点、ワンアウトを献上する前に2点取りました。さあただ山内ヒットめっちゃ打たれてますね。こっちは2本しか打ってないので、ちょっと全力でいきましょう。さあもう流し打ちの時は広角打法をね信じましょう。まあ右にホームランも打っている宮地でございますので、これいいでしょう。右にホームランが出やすい感じで結構ね、ただこうその流し打ち引っ張り指示すると反対来た時に打てないっていう印象が僕の中であるんで、まあそこね結構どうかなっていうところですね。さあ非常に悩ましい村井だな。もうこれあれですね、才能開花があんま意味ないってやつですね。ドンピシャにそっちの方ストライクゾーンに来たら打てるっていう、あ打てないじゃないか、打てないじゃないか。さあ行きましょう。マジでこれは多分次の日どういう実況をしたか覚えてなくて、サムネイルを作るときにあれ何やったっけってなる感じですね。これとりあえずまあ編集ソフトにぶっ込んで寝て、明日ちゃんとこういろいろつなぎ合わせたりしてっていう感じにしようかなと思ってるんですが、困るねこういうのは。僕はねお酒を飲んで実況しないと基本的に決めているんですが、何を喋るか分かんないんでね。金徳源泉は別よ、めっちゃ違うかったもん。さあ頑張れ山内。リンゴルフの動画10本か15本ぐらい見たもんなこの期間で。肩の一気にホームイン、ホームイン、京田鍋ようやく1点を返しました。頑張れよ山内。さあレベッジ宮地、たまにはセーフティーもやろう。セーフティーバントだ、うん、これきついか、これきついか。これでワンアウト、ランナーはありません。ちょやばいな、これもうちょっと点取っとかないと怖いですね。まあここもセーフティーで、まあ最低バントになれば OK と。確実に送ってきました。でツーアウトで、ここでもうなんか2勝を打つしかないですね。さあ広角プルヒとかいう何とも言えない特能になりました。やばいやばいやばい、2点差はやばい。しかも相手そう強くないんだから全力でいかないと、もう負けたらそこで試合終了ですからね。試合だけはやり直せないというねものでございます。守備連盟出しといて、ちょっとほんと真剣になろう。偏見自在持ってる、あと内無双ついたんで、まあ、内角中心は結構選んでいってもいいと思いますね。さあ投手の金徳3つ、いやもう本を使い切っちゃった、まあ、威圧感もっていうところで使い切っちゃった。初球打った、これは犠牲フライ、顔出させないか、守備まだ上げてないからな加藤とか。まあ仕方ないこれは、この1点は仕方ないので点を取り返しましょう。初球走るの、あーこれやばい、高めに合わせられた、 OKOK、 これバントだなさすがに。おーちょっと怖いな、 OKOK、 でスクイズしよう。まあいくらサハラといえどもこれはスクイズだ、やるならもう初球打つ。今日ホームランまた、あーあーでも点取ったってことは、それ絶対サハラのソロホーマーじゃない。おいやば、ライトへのホームラン2本。サハラはこのオフ広角がついたんですね。でもまあ引っ張ってるんで関係ないですが、いいね、まあ、山内も内野安打打っていてっていう感じでいいですね。さあじゃあ内無双を使っていきましょう。あでもそうだ、今思い出したんですけど、基本的には緩急を使わないといずれ完走するんじゃないかっていう話をしてましたね。全然内無双してないし、全然無双してねえし、全然無双してねえし。さあ行こう、120球やばい、今130球目か。うわやった、走らなかった。いやーこれがあれですね、センターの守備を上げてきた恩恵ですね、肩も上げてきてと。内無双してくれ、よしよしよし、内無双、内無双はあれか、あーそっか、さっきからなんか酔ってるからね、間違えてましたね。内無双は打撃特能ですね、内角無双ですね。投手の方はこれは酔ってなくてもただ単純にややこしいやつだな。
入りました。吉田ちょっと守備がそんなに高くないが怖いな。スリーアウトになります。さあ育成枠も考えていかないといけないからな。でも砂田は多分走れると思うんで、うん、走ろう。よし、でまあじゃあそこを育成枠にして、まあ本当に育てたいのはやっぱ今片田だったりというところなんで、片田を出しましょう。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。でここはちょっと本気を出してセーフティーバント、いいんじゃないこれ。よし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 、多分彼も走れるとは思うので、一応2にして走るか。 OK、 まあ川田さんに代打出すのは育成的にもったいない気もするんで、まあここ両方も育成枠で、じゃあもうサードも中岡とか優勢者もいますしね。はい、板倉は総力100だから出しても意味ない。こうだな、ここはもう川田さんが打つしかないので、まあ、スクイズも3だからやってもいいかもしれないけど、打ってほしいな。打ってほしい、ここは打ってほしい。これはいやー悩んであるよ。これでツーアウト。でここで西尾に回ってくるわけですね。グルヒを持ってるんですね。さあ西尾0割9分1厘だったので、この台が始まった時率を上げてきてます。やばいな、2点差で最終回怖いな。スリーアウトチェンジ。でそうですね、まあ中岡が、あでもそうか、サードもいなくなるのか。あいけるいけるいける。サードに村井が回ります。はい、でショートに西尾が回ります。全然いきましたね。はい、さすがうちの代と、さすがうちの野球部というところです。このフォーメーションも一回やってみたかったな。村井ショートのサード村井、まあそれができるようにと思って村井は守備上げてきたので、ずっと。はい、ああ西尾ですね、西尾は守備を上げてきましたと。いいですね、この布陣もちょっとやってみたかった。一つ本当に佐原は、そして打率4割いけるかもしれない。伝令も使い切っていて、山内球数怖いけど育成のために投げさせましょう。ボールを取った。1塁送球、気迫を見せましたが、ここは及びません。危ない、応援を忘れていましたが、これめちゃめちゃ速い自信があるんで、一気に応援。 OK、 日向だけ最後置いておきます。何があるかわからないので、やっぱりピッチャーは1人は置いておきましょう。さあ頑張れ山内。やっぱ2は良くないね。さあゲッツ取れるか。村井、宮地、中岡という、村井サードが行きましたね。さあ相手が弱かった割にはちょっと試合としては危なかったなと。まあ2点取られるっていうのはもう仕方ないことだと思うので、もっと点を取らないといけなかったですね。まあ例年に比べるとちょっと下位打線7、8、9が弱いかなという感じはあるんで、そこの打撃力っていうところも、まあ、少し急ピッチに育てていきたいなというところではあります。はい、ということで、まあ、山内も守備上がってコントロール上がってと、まあ、相手が弱かったのであんまこれ上がってないですね全体的に。はい、まあとはいえども甲子園ですよといったところでございますよ。はい、というわけで、まあ、今回ですね内角無双頑張って取りまして、またまた山内も強くなっておりますので、引き続き頑張っていきましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。で今練習効果上がってるので次特大行きましょう。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。